皆さんこんにちは、トカヤのおじさんです。今日はひげを整えていこうと思います。先日視聴者さんからひげの整え方を教えてほしいということだったので、2週間ぐらい頑張って伸ばしました。それでは整えていきたいと思います。はい、まず用意してもらいたいもの、じゃん、カミソリ。これはね、ジレットを僕はおすすめしてます。こういう眉毛を整えたりする、こういうのもね、あるとこういうシワを取ったりするのに使えるかなと思います。で、まずヒゲ、これ長さをバリカンで整えていきます。ヒゲの形本当にいろいろあるんで、まあ、とりあえずオーソドックスなここからつなげるタイプで、口の周り、ほら、顎周りの整え方をやっていこうと思います。で、人によって濃さが違うんで、まあ、失敗しないためにまず長めにやっていきましょう。今回まずやるのは9ミリです。これでヒゲを刈っていきます。全部刈っていきましょう、ね。はい、今ね9ミリやったんですけどね、ちっとも刈れないんで、次6ミリやります。鼻の下もで、ね、ついでに眉毛も6ミリでやっちゃうねって。次、まあ、こういったものやね、このジレットの5枚刃はこの先端が際反り、こういうとことかこういうラインをつけたりするのに使える仕様になっているので、まあ、とりあえず今回はそれで使っていきます。で、この形をなんとなくイメージします。で、その際に皮膚を引っ張りながら整えてしまうと、下がった時にちょっとラインがずれたりするので、あくまでも自然な体勢で自分の取りたい形にちょっとラインを入れていきます。こっち側もこの辺にやりたいです。こっち側は利き手が右手の人は見づらいんで、グッとこっち向いちゃいましょう。で、目をなるべくこっち向いて、まあ、なんとなく線が入ったのが分かりますか。鼻の下、ここもこういうふうにしないで自然な感じで反りたいところにこれを置いてずらす。
こいてずらす、こいてずらす。で、唇にヒゲがかかってない方がかっこいいんで、唇ギリギリぐらいでちょんとちょんと。でこういうところも上からでずらすとガリッていく場合があるんで、剃りたいとこに置いたらずらす、置いたらずらす、こういうとこも置いたらずらす、置いたらずらす、置いたらずらす、といざらす、こういうところも置いてずらす、置いてずらす、置いてずらす、置いてずらす。でその時に皮膚がこうやって散り上がっちゃうと思うんで、ちょっと押さえとくとね、皮膚が上がりにくくて剃りやすくなります。これでね、整えていきます。こういういらないところをね。でその際にちょっとお水とかねつけていただくといいかなと思います。ね、最初に印をつけたんで、まあ、それをイメージしてちょっと引っ張りながらね、で、まあ、僕の場合ちょっとヒゲが薄いんであんまりよく見えないかもしれないんですけど、でもね、ちょっと持ってさっきこう印つけたところをねイメージして持って整えていきましょう。でこういう際とかはの先っちょを使って少しねこうベロで押してあげると剃りやすくなるんで、でその際にこうやって横に引かない、これもそうですけど横に引くと切れちゃいます。斜めかまっすぐ、横に引くと切れちゃいます。こっちの先端も同じで横に引いたら切れちゃうんで、まっすぐか斜めにやっていきましょう。次ね、このここだけ残すパターンで、基本的には、まあ、僕はドライが好きなんでこれで整えていきます。で形ももう本当に人それぞれ、あのヒゲの形もあるんで、まあ、僕はちょっとこう細い方が好きなんでちょっと細めに整えていきます。もうほぼほぼこれね、でさっきと同じで剃りたいところに置いて、剃りたいところに置いてずらす、ずらす、こっちは剃りたいところに置いてずらす。そしたらもうこういう余分なところはね、さっきもところでちょっとお水つけて、でもみあげの長さとかも、まあ、自分の好みで、最近はあの結構短いのが流行ってます。こういうの使ってちょんと、ね、その次にこれで耳毛も剃りましょう。結構ねおっさんになってくるとね耳毛も生えてくるんでね、これね、これ剃っていきます。いきなり反対側から剃るとカミソリ負けしやすいんで、まずはね、こういうとこもね産毛が生えてるからね、
産毛が生えてます。ヒゲがなくてもちっちゃい細かい毛がいっぱい生えてるんで、あると思って剃りましょう、ね、ちょっと引っ張りながら斜め45度吹いてますね。そしたらちょっとこっちと整えてみましょう。なんとなくでいいと思います。で、きちんと整えてもらいたいときは床屋さんに行ってください、ね、特にね、アイリューヘアがおすすめですね。で、こんな感じで整えました。そしたらね、まあ、あとはこう鼻の下とかはね、いらない人、ここがね、いらない人、そんな感じでやってください。うん、久しぶり。今この辺の形に合わせて、さっきとヒゲと同じようにあんまりグッてやらない、そっとして置いてずらす、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 ね、そしたらここに線がきれいに入った。そしたらその線に合わせて、でこの際にまつげをね、刈りやすいんで、この時はこうやって上げてもいいです。ね、うんと、ね、でこの間もね、ここに置いてずらす、置いてずらす。で、ね、結構ね、この小鼻、ここもね、毛生えてる人いるんで、こういうんでね、やってもらうと小鼻も綺麗になります。あ、ちょっとね、簡単すぎるんですけど、皆さんもぜひやってみてください。